俺の区間は AWM ハイドモスコールです。これめっちゃさ、こうニキビできとるんよ。めっちゃこれ気になる。でかいけんさ。まあそんなことはいいんですけど、まあ自分荒野の光の方ですね、出場が決定しました。それでですね、まあそのチームメンバーと連絡を取るために、そのグループ DM を作って、でそのグループ DM でいろいろ話をったんですよ。で練習にですね、まあ、とある方がですね、ちょっとテロリスト行為を行ってですね、まあ、チーム名がなんとですね、チームインポになりました。はい、チームインポですね。これからチームインポを皆さんよろしくお願いします。大丈夫かこのチーム名で本当なあ、お前らな、絶対大丈夫やろ本当な。大丈夫んと思う、ほんとチームインポな。おかしくないチームインポね。まあでもね、チームインポはですね、僕以外はですね、結構強いメンバーが揃ってきてるみたいなんで、僕以外は強いんで、まあ、僕もそのメンバーと一緒にですね、練習しながらちょっとまあある程度立ち回れるようにですね、詰めていきたいと思います。立ち回りは大丈夫と思うんですけど、もうね、荒野のそのプレイに関して慣れてない部分が大きいんで、ポブジーバックしちゃったから、まあその辺をですね、うまく詰めて、荒野の光で勝てるようにやっていこうと思います。うちのメンバーやったらですね、まあワンチャン勝てそうな感じはあるんで、ワンチャン2チームか3チームほどちょっとマークせんとこはですね、まああると思うんですけど、まあそれでも結構勝てそうなメンバーではありますんで、まあちょっとおいおいですね、詰めていきながらやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。応援の方よろしくお願いします。それでは、そんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは。